1号艇は中澤和史選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。まずは準優勝戦スタートタイミングが0-1という中での逃げでありましたが、このスタートご自身ではどんな感じだったんでしょうか。ちょっと、その付近かなと思いつつもちょっと行ってしまいました。はい。船足そのものというのはいかがでしたか。もう初日からもうずっといいです。はい。特にここがいいとかいうところはありますか。多分直線以外はもうだいぶいいんじゃないかなと思ってます。はい。優勝戦1号艇ですが、現段階で調整のイメージなどはいかがですか。気温次第ですね。はい。途中少しこう気温が上がらない方がいいというようなお話もされておりましたが、はいはい、そんなたり含めてまた調整されると、今日ぐらいまでだったらこのまま行こうと思ってます。今シリーズスタート感、こちらはいかがですか。なんとなくですね。はい。それでは優勝へ向けまして、最後ファンの皆様に一言いただけますか。明日も一層失敗しないように精一杯頑張ります。